次はこれ。これはなんというか、かなり攻めたアトラクションね。そうだね、とても攻めてるね。お？っていうか司ちゃん、柳先生がいるよ。こう見ると誰がどう見ても好意があるね。なんかもうダダ漏れよね。誘ったまではいいとして、ここである程度得点を稼がないとただのいい人で終わってしまうわ。さあどう出る。どう攻めるんだ谷口。おっと手が伸びた。ここで決めるか谷口。ゴールならず。ここで決定力のなさが露呈した。あんな消極的な攻め方では柳先生相手に得点は稼げないわよ。そうだね、メンタルの弱さが致命的だね。まあ柳先生もこういうのを鈍そうだしね。なるほど、旦那様と同じタイプね。いやいや、僕結構わかるタイプでしょ。うん、でもそこまで鈍いと逆を行かれる可能性もあるわ。え？このアトラクションは暗くてちょっと怖い系だから。結構ドキドキしますね。そうですね。あの谷口先生、私そのかなりのビビリなので、終わるまで手握っててもらえますか。決まった。谷口逆にゴールを決められてしまった。見事なゴールだったね。綺麗に決められたわね。こっから逆転ってあると思う？さあどうだろうね。ただ遊園地にはまだ食事やイルミネーション、パレード、それに花火もあるから、まだまだ得点のチャンスはあるよ。え？そんなのもあるの？